はい。皆さん、こんばんは。出雲正人です。今日のテーマは、人を騙す人ですね。このところですね、ずっと同じ相談を受けてまして、こういう人がいるんだって、ということですね、まあ、人を騙す人がいると。で、これについてですね、出雲さんはどう思うっていう質問を繰り返し受けているんですね。同じような質問っていうのはいくつか受けてまして、私のところでもですね、 どうしようかなっっていうふうに思って思いるところななんですねんどうなのかなーっていう、まあ、担当直入に指摘するべきなのか、まあ、そうではないべきなのかちょっと私のところでも対応を迷ってはいるんですけども嘘をつく人がいる、まあ、それはですねずばりその良くないカウンセラーの方とかがいてその高額を取るとその高額の相談料を取ると。 しかしながらその感知しないし寛解もしないと、まあ、そういう人がいるんだけどどう思うっていうふうにあの私言われてるんですねうんもちろんですねそのどう思うかっていうことに関してなんですがよくないですね明らかによくないと思いますやっぱりですねその高額の相談料を取る 高額っていうのはですね頂、まあ、い,いたメールなんかを見てるとその相談料を数万円を取るということで、まあ、そういう人がいるんだとしかしながらそのカウンチのノウハウがないとかですね寛解のノウハウがないとそれで一体ど,こ、ね、どういうことなんだというふうな意見があるわけなんですが良くないですねやっぱりですねまあその難病の方を騙してですね そのカモにすると。その商売のカモにするというのは、そのけしからんことだと私はそう思います。その難病の方ですとか、その社会的弱者の方というのは、まあ、商売に利用するということよりも、その助けないといけない存在ですよね。まあそういう人たちから、そのあえて高額を取ると。やっぱりですね、まあそういう話を聞くとですね、 その心が痛みますね。なんてことをするんだと。本来であれば、救済するべき人たちなわけじゃないですか。それをカモのようにね、扱うっていうのはやっぱり良くないですね。で、実際そういう人たちもですね、最後には、やっぱり天罰があるんじゃないですかね。その難病の方をですよ。その商売に利用してやろうとか、カモにしてやろうとか。 やっぱりそういう考え方は非常に良くないじゃないですかまあ担当直人に言えばですよ邪道下道ということができるんじゃないかと思うんですねでですねその人を助けるというんであればやはりそれなりの理論っていうのを持ってないといけないわけでその何て言うのかなその病気が良くなっていくために必要なその理論ですねそのロジックがないと。 いいいけないわけななわじゃないですかで決してこういう部分っていうのは,感覚ではやっていけないわけですね、まあ、なので、ね、何を根拠にそ,の人そういう人がですね,そのね自分はそういう、ね、特殊なそのノウハウがあるとか,その、ねかね、感知とか寛解の,のノウハウがあると言っているのかどうかっていうのはちょっと今一つ分からないところではあるんだけどもよくですね まあ人のこうなんて言うんだろうな主張なんかを見てるとですね、まあ、何かについてその病気というのが心の問題だとかっていう話を言ってる方っていうのは割と目につくなっていうふうに自分はそう思うんですねまあ確かにその病を気からっていう言葉をがある通りですねその気持ちをやっぱりいい方に持っていかないとその、まあ、病気になるっていう考え方は確かに一つあるにはあるんですけども それでその感知したり寛解するかっていうとやっぱり違うんですねやっぱりそれなりのノウハウっていうのがないといけないわけじゃないですかよくこれ私がよく言ってることなんですけどもその IBD とかその免疫不全の病気っていうのはその戦前にはなく戦後にある現代病だっていうまずそこをしっかりと認識する必要があるっていうことを繰り返しあの主張してるんですね まあそれはどうしてなのかっていうとその高度経済成長期の時にその有害物質がどんどん拡散していくんですがこれとです、ね、性比例する形でその難病、気病というものがどんどん増えていってるわけじゃないですかなのでその因果関係っていうのは本当はっきりしてるんですね決してその単純にその心の問題とかそういうことではないんですね、まあ、事実としてその食事改善をしていくと その免疫不全の病気っていうのが落ち着いてくる傾向にあるっていうのはもうあの明らかになっていることなんですねその IBD に問わずなんですけども、えー、アトピーですとかその花粉症ですとかその食事改善をして腸内環境が整ってくるとその病状が落ち着いてくるんですねでその腸内環境が整ってくると病状が落ち,落ち着いてくるその理由なんですけども要はですね 腸内環境がその修復されて改善されるとその病気体制っていうのが引き上がってくるじゃないですか要は免疫力とかもついてくるんですね自分の力でその病気を弾き飛ばそうっていう力がですね復元してくるわけじゃないですかそしてですねその DNA スイッチがですねその病気に対するその DNA スイッチがオンの状態になってるわけじゃないですか、まあ、そういったことも含めて その病気を弾き飛ばしていくことができるわけですね、まあ、なので、まあ、単純に心の問題ではないわけじゃないですかその対処を対処でですねその心の問題を解決してもその再燃を繰り返してしまうんですね要はその心の問題から着手するっていうことははっきり言って対処療法じゃないですか対処療法っていうのは、 今ある症状に対して施しをすることを対処というんですけども要はですね心の問題であるとその心のカウンセリングをすればその病気が良くなるんじゃないかと、まあ、そうは言ってもですねまた元に戻ってしまうんですね短い期間でそれは対処だからなんですねその病気の抜本について考えないと要は単純なその、ね、小手先の動きになってしまうと だから対処対処の連続になっちゃうわけじゃないですか。そうするとまた元に病状が戻ってしまうと。でですね、まあこれは本当に良くないことなんですね。まあなぜ良くないと言い切るか。まあこれなんですが、要はですよ、大金を取ってですね、また元に戻ってしまう。これじゃあどうしようもないじゃないですか。その大金を投じることに対しての それに見合うだけのことがありませんよねやっぱり、ね、病気を治したいと思って何かを依頼する側っていうのは大金を投資したら、ね、それに対して見合うだけのことがないとやっぱり、ね、納得しないし満足しないじゃないですかなのでやっぱりまあ考え方っていうのはそういう人たちの考え方は間違ってると私は思うんですねやっぱり小手先の話じゃどうにもなりませんよでですね ちょっとあの脱線しましたけども、まあ、私のところに来ているそのお話というのはですねそういうおかしなカウンセラーがいるとそういうことについてどう思うんですかっていう質問とあともう一つの話はそのいろいろな人がその騙されないようにですねその注意喚起をしてくれませんかっていうこの2点なんですね。 この2点に私のところに来る相談っていうのは集約されているところがあるかと思うんですね。まあなので、まあちょっと私も協力してみようかなっていう部分でこれを言ってるわけなんですが、うん、まず、ね、異をする側も賢くならないといけませんしね、これっていう根拠がないところに高いお金を投じてしまう。やっぱりこれは良くないですよ。お金をその土偶に捨ててしまうのと同じですよね。 なので、もう依頼する前によく調べてみて、実際に感知するのかどうなのかっていうのを、まあ分からなければですね、担当職員に、相手に聞いてみるっていうのはどうですかね。例えばですよ、これのカウンセリングを受けて、じゃあ実際にこれは完治をするんですかと。例えば、その高額なその高い相談料に見合っただけのことはありますかと。これ、親、行うことで。 ね、感知しますかっていうそれで感知しますよって嘘があったら、ね、明らかな詐欺行為かもしれませんしいやこれをやってもその感知しませんよっていうふうに話が戻ってくるかどうか、まあ、そういう部分っていうのはあると思うんですね。まずですね今私が冒頭に申したようにです、ね、感覚で感知したり感覚でその寛解することっていうのはまずないんですね。 やっぱりそれなりの理論っていうのが必要なんでその食事改善をして腸内環境を整えていくとそうすることで病気体制を引き上げていくと要は免疫不全の病気というのはやっぱりその元があるんですね有害なその食事その有害な化学物質を摂取することであの免疫不全が起こるところがあるわけですからその元を取らない限りは 同じことがやっぱり繰り返されてしまうんですねこれは感覚でではどうにもならなならいことなんです要は心だけ改善してもどうにもな,りならないんですねはっきり言ってしまうとなのでやっぱり情報の精査っていうのを我々も知っていかないといけませんしそういう疑わしいものっていうのその人を騙して、ね、商売をしてやろうっていうおかしな人たちからその、ね、我々も、ね、自分の身を守らないといけないっていう。 そういうい部分がありますよねってな,なので、ね、私もその注意喚起に参加させていただくためにこの今回の動画を配信することに決めたわけですけどもあの皆さんもどうかその変なものにね騙されて大金を搾取されないようにうまくいくといいですねってそのように私はそう思いますえどうもあの長く聞いてくださってあ,のありがとうございましたもししよろしければいいねを 押ししてていいいいたただだけけるかあるるかあはフォローしていただけると幸いです私のところはですねそのフォローしていただけることがそのやりがいにつながってますのでぜひそのフォローをお願いできたらいいなと思っています今日はあのどうも聞いてくださってありがとうございました